だ怯え、後悔し続けろ、岡部凛太郎。15年後に私が迎えに行く時まで。So you think. キリュウ萌香のアパートに行ったか。は？萌香さんのアパート？私が？行ってないけど。そうか。Make Mairi cry, bastard. どういうことよ。いや、言っていないならいいんだ。Alright, I'm gonna do something quick. I think I missed the other ending. So, just in case. Yeah, I'll save it on that. It. And load back to here. お前。
落ち着け、今から。This poor bastard, he has to go through this shit twice because of me. Alright, so I'm gonna try and save it. Let's see what I get. そうなるといいな。悪いな。ない。お前の復讐は果たせない。No! No! 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 You goddamn piece of shit! Ugh, now I gotta do it over again. やっぱり店長は萌香を助けたかったんだよ。ベータ世界線ではそうなるといいな。お前の復讐は果たされない。Oh, okay, so there's no way I can stop that. Okay, so wait, what about...Go back one more time. See if it goes back to the same thing. Oh, but this time he's in Moika's room. One sec.
Alright, bathroom felt good. So, Mocha's still here. Mikitsuru. I guess he would've... Well, okay. Okay, and then the same events play out. Huh. Well, just for the heck of it. Oops. And jump back to the other one. Super Haka, come on! Time leap time. Like it ain't no thing. Just, like, abuse the shit out of it. Time leap 23. オペレーションベルダンディ最終フェーズを開始する。ダル、IBN5100だ。だから。だからではない。IBN5100があるのだよ。そりゃあるっしょ。 Cool. This still looks mixed up, though.
Grandpa look in his phone, it says, yeah, certain trap. So it's not... It must be a bug or something. Because it doesn't show... They should also be in his inbox. They shouldn't be in the outbox. My stuff from Ferris. Shouldn't she have sent something too? Pretty sure she didn't all this time. Unless they just never came. Alright. なる。一つ聞くが、IBN5100の使い方について勉強はしたか？は？まあ一応。コミママ前のクソ忙しい時期に僕って偉すぎじゃね？イギリスだったらナイトの称号をもらえるレベル。ならば今日からお前のことを さあ、スーパーハッカーと呼ぼう。ハッカー。だが断る。くだらない会話は自重しろ。頭が痛くなる。全ラボ面に告げる。 長き戦いにいよいよ決着をつける時が来た。すなわちラグナロックが開始されるのだ。本作戦の概要はすなわち、セルン本部の最新部に隠された極秘データを IBN5100によるクラッキングで破壊することである。エシロンなる卑劣な電子機器により奴らは我らの極秘情報をかすめ取った。 甘っさい。それをもとに我らを特定し、我らが開発した人類の夢、タイムマシンの強奪をも目論んだ。研究機関でありながら、その裏で時空の支配者の座を望み、非道なるデリーマン実験を行う奴らに、今こそ正義の鉄槌を下そうではないか。そして 真の時空の支配者がどちらなのか、奴らの目にしかと刻みつけてやれ。戦いが終わった時、世界を陰で牛耳る支配構造はついに崩壊し、再構成されるだろう。そう、我らが望んだ混沌がついに訪れるのだ。まあ、うるさい。 一体何なの？ オカリンの心の闇は誰にもわからんでござる。そもそも設定じゃ、岡部は狂気のマッドサイエンティストじゃなかった？ なのになんで正義の鉄槌とか言っちゃってるんだ？ ついカッとなってやったんじゃね？ 今は反省してるかも。 お前たち！ ごちゃごちゃ言っていないで準備しろ！ 準備って何ぞ？ だから今言っただろ！ セルンへのクラッキングだ！ クラッキングは良くないと思う。 なんという優等生的発言！ お前は委員長か！ 捕まりたいの？
こういう問題ではない。俺はこのターニングポイントへ到達するためにこれまで戦ってきた。今こそアルファ世界線を離脱し、マユリを救う。邪魔をするというなら誰だろうと許さん。絶対にだ。岡部、必死すぎ。俺の願いを聞いてくれ。別にあんたのためにクラッキングするんじゃないんだからね。これはひどい。つまり、すべての元凶は俺が最初にダルに宛てて送ったメールにある。それがセルンのエシロンに捕らえられてしまったせいでラウンダーに目をつけられた。結果、マユリは殺され、俺たち3人はセルンに拉致され、タイムリープマシンは強奪される。どれだけ回避しようとしてもダメだった。世界はアトラクタフィールド理論により同じ結末へと収束してしまう。 Oh, I wanted to look at the tips list. I haven't gone in there in a while. Okay, what is this? Hippocampus. Okay.Oh, zero, right. Smex. Sure, yeah. Probably Sailor Moon. Alchemy.事実だ。すべてな。マユリの死を避けるためには。I don't think he's actually told Daru about Mayuri's death until this point. アルファ世界線から脱出するしかない。これまでに歪ませた事象をすべて取り消すことで、それは可能になると俺は考えている。
つまり目指すべきは俺がダルに最初の D メールを送る前のベータ世界線。そこへ到達するためエシロンに捕らえられた最初のメールデータをセルンのデータベースから削除しなくてはならないのだ。We can only hope. I don't think so. Because, you know, reading Steiner hasn't occurred. So deleting everything in there doesn't make sense. Because we're going to delete it, and sure, but they're still going to take over.マキセ氏は信じるん？仮説としてはね。できれば客観的データが欲しいところだけど、それはさすがに無理だし。安心しろ。お前が改良を施したタイムリープマシンの出来はガチだった。当然でしょ。それに。IBN 5100でのハッキングはもともと予定してたことだし、とにかくアクセスしてみて、もしそこにメールデータが存在していたなら岡部の言葉は事実だと証明される。要するに考えるな、感じるんだということですね。わかります。いや、逆にわかんないけど。考えるよりやってみろということだ。つなぎ終わったお。ちょっと設定いじらないとダメだけど、10分しないうちに始められる。よし。それにしても元凶となった最初のメールね。それってあれでしょ、 ATF で見せてもらったやつ。私が死んでたとかなんとか。そうだ、ラジカンでお前が殺されているのを目撃した俺はダルにそれを伝えるメールを送った。ダルはたまたま電話レンジ括弧仮の実験中で放電現象が起きて。何よ。
Ah, okay. Chapter 10. Well, you also still need to cancel the first the second D-mail anyway, the lotto D-mail. どちらか選べだと。こんなの選べるわけないだろ。
ちも選べない。選べるわけがない。こんな結末なのかよ。犠牲にしてまでたどり着いたのがこんな結末なのかよ。ダメだ。俺は助けられない。You don't know that. Thank you.
All the dirty doujinshi, more than likely. マユリはこれからどうするんだ。まっすぐ家に帰るか。ううん、あのね、ラボに行こうと思ってたんだよ。何か用事が？特にないけどね、オカリンと一緒に久々にのんびりしたいなって。ちょっとお腹が空いたからね、途中でジューシー唐揚げナンバーワンを買うの。じゃあ帰るか。ねえねえオカリ、今日はね、どうしてマユシーについてきてくれたの？これまでは一度もコミマに一緒に行ったことないよね。オカリは萌には興味ないもんね。ロボットアニメにも興味はある。それは、それは気まぐれだ。Make her sad, bastard. Lukaku ga コスプレして恥ずかしがっているところを見て笑ってやろうと思ったのだが、来ていなくて残念だった。ああ、うん、ルカ君絶対大人気になっちゃうのにね。いろんなブログに画像アップされまくってね、新聞社のニュースサイトにも載って海外にも紹介されちゃったりするよ。うん、そしたらルカ君はワールドワイドなスーパースターなので、マユシーはそれを見て遠いところに行っちゃったなーって思いを馳せるのです。本当にそうなりそうだから困る。ねえオカリ、今日はね、ありがとう。なんだ、突然。だってね、さっきも言ったけど、オカリンと一緒にコミマ来たの初めてだもん。マユシーは結構嬉しかったよ。でもね、次はオカリンもコスプレしてくれるともっと嬉しいかも。ああ、考えておく。え、いいの？本当に？
マユリ自身もコスプレして参加するならな。それだけじゃなく、ルカ子と、それとクリスティーナも呼ぼう。二人にコスプレさせるよう説得しろ。そこまでできたなら、真打ちとして、この俺が狂気のマッドサイエンティスト、王位の教魔として、小見間に降臨しようではないか。険しいね。でもね、今ちょっと想像してみたらとっても楽しそう。それにクリスちゃんはコスプレに興味津々みたいだったし、脈あるかも。マユシ、頑張ってみるね。マユリ、ここでちょっと待ってろ。Okay, time to get in the time leap. Well, this might be the end of it. Let you know. Okari! She jumps in front.
ユリ、ごめん、俺のせいで。やっとマユシーはオカリンの役に立てたよ。マユリ、ここからじゃあんまり星が見えないな。こんなのあんまりだろう。やっと役に立てたって一体どういう意味なんだよなあ